お疲れちゃんです。ラットです。今日ですね、にゃんこ大戦争やっていきたいと思います。で、今日なんですけども、にゃんこね、今9周年イベントということで、めっちゃイベント来ています。はい。で、新たなイベント等もね、はい、出ましたので、その辺ね、ちょっと紹介しながらやっていきたいと思います。で、いろいろちょっとやっていく前に、一つね、皆さんでお知らせがあるんですよ。お知らせというか、神引きしました。にゃんこで。動画撮る前に、このにゃんこの、今まあ超猫祭が見てるんですよ、猫祭が。で、動画撮る前にガチャ引きてーと思って、引きていいけど動画内で引こうと思いながらも我慢できなかったんですよ、ガチャ欲に。42枚あったんですよ。で、ちょっとなら引いてもいいなと思って10回くらい引こうと思ったら、なんと3回でえぐいの出ました、こちらです。はい、こちら、三玉です。三玉出ました。で、これやばいです。超猫祭の限定キャラなんですけど、限定かつめっちゃ強いです。僕調べました。はい。このニャンコ大戦争というゲームにおいてナンバー2です。はい。全キャラの総合ランキングぐらいのナンバー2ぐらい強いらしいです。はい。なんでもう、えぐいです。今日はもう波に乗ってます。動画の終わりにもね、はい、ガチ引こうと思うんで、ぜひね、そちらもお楽しみにください。というわけで、まあ、9周年イベントの方でやっていきましょう。いや、やばいんですよ。本当にやばいんですよ。マジかよ。3回だからね。ガチャ3回で、バカ強いやつ手に入れちゃったからね、と。というわけで、さ、ニャンコ揃ったね、前も回して、揃って、めっちゃ缶もらえるんですよ。多分400、500ぐらいもらえたっけ？いや、900ぐらいもらえたんだ。で、これがね、また来ましたので、はい、揃うの知ってまーす。あざまーす。これ900ぐらいもらいました。いやー、熱い。で、これもう一回回せるんですよね、しかも。で、前回は、こう2連チャンはね、揃わなかったんですよ。なんで、ここ揃ったらさすがにぶっ壊れ。はい、揃わんのかい。ちょっと揃ってほしかったですよね。はい、というわけで、まあ、外れてもね。うん、120個だ。前より多い。もう、この辺はやり得なんでね。はい。もう、いろいろ回しちゃってください。で、まあ、続いて、軽い紹介なんですけど、なんか、ミッションで、はい、こちらですね。都道府県クイズというのがね、やってて、なんか、アマオイチゴが名産品の都道府県は、みたいな、があって、このね、日本編の該当ステージをクリアすると、にゃんこチケットとかね、レアチケットとか、いろいろもらえたりね、はい、それっぽいので、まあ、いちご有名は栃木とかだと思うんでね。はい、日本編の栃木。いや、わかんない。違ったらごめんなさい。だからクリアすると、まあ、もらえるよねっていうので、ぜひね、こういうのも挑戦してみてください。まあ、都道府県クイズ、わかんなければ、日本編一回、もう一回全部やり直せば、なんとかなると思うんで、やってみてください。さあ、続いてなんですけど、このね、気づかないんですけど、この、にゃんこ大戦争ウルトラクイズ、この画面で、ね、出てる。このクイズになんか答えて正解すると、めっちゃくちゃね、猫缶もらえるらしいんです。で、僕まだちょっとやったことないんですけど、ちょっとチャレンジしたいと思います。これもね、やり得イベントっぽいので、さあ、丸バツクイズです。やってみたいと思います。さあ、合計10問あるっぽいですね。で、全問正解すると、大量のあれってことはまあ、猫缶でしょうね。10問ちょっと待って、クリアできるそれ。さあ、ちょっとやってみたいと思います。マジで。早速第1問。このゲームのタイトルは、にゃんこ大戦争である。いや、丸。いや、舐めすぎやろ。さあ、丸。オッケー、正解は、めっちゃじらすやん。絶対合っとるやろ。オッケー。さすがにね。さすがにね。これ間違えてる。やばいよ、俺。さすがにやばいよ。さあ。というわけで、第2問。ああ、これで10連続で答えられたらってことね。これ間違えたらさ、もう一回チャレンジできんのかな？いや、わかんないけど、多分できるでしょ。まあ、間違えなければ、みたいなね。猫は安価で生産できる基本キャラである。え、むずくね？ちょっと待って。猫は安くて、たくさんね、生産できる基本キャラである。猫っていうさ、キャラいた？ちょっと待って。え？ちょっと待って。あって、これむずくね？いやでも、猫ってさ、あれだもんな、基本のことだよな、多分。全部猫じゃん、言っちゃえば。なんで、丸ですね。さすがに。ああ、確かになんとなく選んでも 50% の確率で当たるんですね。確かに。間違いない。オーケー。いやー、ちょっと怖かった。ちょっとだけ怖かったですね。さあ、猫なしにはね、にゃんこ大戦争はできませんよと。さあ、続いていきましょう。何事にも基本大事にゃ。にゃんこ大戦争、思わずみんなに教えたくなるゲームである。あー、まるです。はい。みんなやってくださいね。バカおもろいっすよ。さあ、オーケー。余裕ですね、この辺は。あ、今日のところはひとまず終了にゃ。続きは明日やるにゃ。という形でね、1日3問ぐらいしか多分答えられないんですね。はい、というわけで、残り7問ね、クリアすれば、多分、猫缶、多分ですね。はい、大量にもらえるっぽいので、ぜひね、皆さんこれやり得です。しかも、めっちゃ簡単です。
さすがに間違いないよねっていう問題しかね、出てないのでね、ちょっと皆さんも挑戦してみてください。で、続いて限定ステージとかは、このね、まあ、バースデープレゼントが毎日1回いけるよねと。あと、墓の中身クイズっていうのがね、あって。まあ、これ僕もね、はい、全クリしました。このステージをクリアすると、イベントガチャのね、はい、こちらのね、まあ、サイコロチケット、まあ、サイコロがね、もらえて、限定キャラゲットできますよというわけなんで、イベントステージもね、はい、ぜひ挑戦して限定キャラゲットしてください。これちょっとガチャできるんでね、ガチャ引きます。で、僕これ限定キャラ、1体ぐらいしか持ってないんですよ。なんなら3種類ぐらい持ってないんで、ちょっとそっち当てたいですね。意外と出ないんですよね、これがまた。結構イベントステージやんないといけない。え？ちょっと待って。お、来た！持ってないやつだ。え、バカかわいい。ミスターニンジ。え、めっちゃ可愛くないこれ。めっちゃ可愛くない？ただただ好き。さあ、で、まあ、残りはね、出ないと。さあ、もう一回回せますね。だから、意外と出ないですね、限定キャラ。そうだね、イベントステージ結構こう、何回も周回してね、はい、4種類ちょっと集めたいですね。で、まあ、このバースデープレゼントはほんとね、ぬるゲーです。はい、誰でもクリアできます。で、クリアすると、20猫間ね、もらえるんで、しかも毎日もらえるんでね、はい、やり得です。で、これ僕のパーティーやばいんですよ。この、御霊をゲットしたことによって、なんかね、もうフルコースなんですよね。もうこの、下4体か。下4体限定しかいないんですよ。みんな覚えてるかな？俺最初に、伝説キャラの、あれ当てたんですよね。でも、それ、もうね、入れたいんですけど、もう他が強すぎて、もう他入れてね、伝説キャラパーティーに入れられないっていうぐらい、もう仕上がりすぎました。えぐいっす、ちょっとにゃんこ。やばいっすね。鬼楽しい。めっちゃやってるっすもん。やばいんですよね。やりすぎてるぐらい。さあ、というわけで、もう最強パーティーでね、はい、ナイスクリア。猫缶、あざますと言った形でね、なんとね、右上の方に、はい、皆さん見てください。さあ、こちらレジェンドチケット、やばいね。超激レアと伝説レアのキャラのみ入手可能。いやー、100枚ぐらい欲しいわ、これ。さあ、1枚1000円なんですけど、まあ、超激レアと伝説レア、どっちかが絶対当たるんですよね。なんで、ちょっとさすがに買いますね。100枚あっても買います。さあ、レジェンドチケットゲッチュというわけで、まあ、ガチャ画面行けばあんのかな？さあ、ここに追加されましたねと。ナイス？これからね、ちょっとガチャの方引いていこうと思うんですけど、ちょっとその前にですね、まあ、一つ宣伝というか、お知らせで、なんとね、このニャンコ大戦争の、まあ、ゲームを出してるポノスさんがですね、別のゲーム、まあ、ニャンコなんですけど、なんとね、ニャンコクエストという、このね、にゃんこ大戦争を出してるね、ポノスさんが別のね、にゃんこクエストというね、なんかミニゲームで遊べるようなね、結構カジュアルなゲーム、まあ、9周年記念ということで、ちょっとね、出されてみたいなので、ちょっと皆さんもぜひね、にゃんこクエストの方、はい、ちょっとやってみてください。さあ、というわけでガチャの方やっていくんですけど、いやー、一発レジェンドガチャ行くか、それとも後に回すかで、後に回したいと思います。ね、超猫サイを、まあ、引いて、プラチナガチャ1回、レジェンドガチャ最後引いて、締めたいと思います。いきます！で、狙いはですね、もう白見たまゲットして、キャスリーも持ってるんで、まあ持ってないこのガルちゃん、まあ白ダルターニャ、ガオですね。まあこの3種類ね、限定の欲しいなと思ってます。いきます。しょっぱな750です。いやーマジで頼む。いや、限定くればもう本当に神。竹馬いらない、猫バサミ、オタ猫、すいまー。お、かぐや姫！一応今、超激レア出ましたね。持ってたんでね。はい、テンプクいっちゃいましたか。まあまあ、1体出たんで、まあまあ、めっちゃ悪いわけではないけど、っていうね。辛いですね。欲しいな。さあ、引けるだけ引きます。来い。再起。おお！いや、持ってる。超激レアね。多分結構持ってんのかな。ね。当たるのはね、いいんだけどね。当たるのはいいんだけど、さあ、最近、お、持ってないやつ来た、あちゃ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 、おばちゃんね。さあ、マッドシューター、さっき。まあ、持ってなかったんで、よしとします。いや、超激レア、結構引けてますよね。ああ。いや、限定やっぱそう簡単に出ないんだな。俺のこのね、神の人差し指で。いきます。ゴッド人差し指。頼む！マジで欲しい。あー、踊んな、踊んな。違う、違う、違う。めっちゃ同じ。さあ、超激レア。いや、でもしなくなっちまうた。動画前にちょっと運使いすぎたかもしんないですね。マジで。まあ、あと20連いけるんで。ちょっと20連で1体くらい出てほしいな。ね、限定欲しいな。
さあ、ここはレアですね。レア、レア、激レア、レア、激レア。かぶってでもいいから超激レア。ラストです。ラスト10連。頼むよ。頼むよ。違う、違う。ホッピン、サーファー、猫。うお、あー、惜しいんだ。持ってんだよ。持ってんだよ、ボルト。さあ、バーベル。いや。うわー、終わっちゃった。マジか。こんなに出なかったの、今まで初かもしんないね。いや、マジで。くそー、今回ちょっと全然当たんなかったけど、まだね、頼みの綱が2つあります。こちら、超激レア限定プラチナガチャいきます。頼む。マジで頼む。来い。うわー、持ってるー。見た目最強なんだけどね。めっちゃかっこいいしね。いや、持ってたか。さあ、次行きましょう。いやー、ここね、レジェンド。レジェンド行きましょう。で、確率がね、さあ、これですね、超激レア 5% です。5% です。まあ、5% なんですけど、いろんな限定ゲームもね、出るんでね、まあ、別限定も出てくれたら美味しいなと思いながら、さあ、やっていきます。5% をね、見せたいと思います。5%。頼む。うわ、え、あれくね、なんか金のピクピクしてた。あー、伝説じゃねー。超激レア、しかも持っとるんかい。最悪だ。くそ、あと99回引かせてくれ。プロさん、課金するんで。課金はするんで、ちょっと。このね、伝説チケット、100枚ください。課金をします。いやー、悔しいなー。これね、いや、マジで無限に引きてえな、このガチャ。やばいな。楽しすぎるわ。というわけで今日はね、ほぼ爆死。まあ、爆死か。はい。という結果にね、ちょっと終わっちゃったんですけど。まあ、9周年でね、はい、たくさんやめっときてますし、もう、やり得なね、はい、猫缶めっちゃもらえるね、にゃんこスロットとか、にゃんこからのね、このお願い、クイズとかもね、はい、ありますんで、皆さんぜひね、やってみてください。新しくリリースされたね、にゃんこクエストも、ぜひ遊んでみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。では、お疲れさんでした。またねー。